大阪市立高等学校は大阪府にある公立高等学校。公明の通り学校の設置者は大阪市だが歴史的経緯から所在地は平方市である。2022年大阪府に移管され80年余り続いた市立も廃止される。固有名称の入らない公明大阪市立高等学校は市の設置した最初の旧正中学校の 大阪市立中学校として、第二次世界大戦下の1941年に創立し、そのまま新生の高校に移行した経緯によるもので、事務上も大阪市の所属である。なお、同じ大阪市立の高校は他に20校ある。郊外の何もない竹藪の小高い土地のため、開校時の開校に生徒も加わった。1953年の入学生によると、 グラウンド整備も長い期間続いたため、体育の時間はいつもスコップで山の土を運んでいた。4年生大学への進学率は80%である。大阪市は1976年市教育委員会の諮問機関として、思考等学校教育審議会を設置。第8次までの答申と前後して改革を進めたが、第1次答申で大阪では、 旧制中学や高等女学校からの古さを持つ、不立校への人気が高い、と指摘。私立校は、名門と称される伝統を有するものがない、常に大学進学に不利な立場とされる、職業化が3分の2を占め、高校格差のしわ寄せを受けていると述べ、不立校との格差を挽回するため、特色ある、普通科づくりと専門学科の新設による、 レベルアップを推奨した結果、1980年代後半以降、私立の高校では、普通科系の高校も、専門学科を併設する動きが進んだ。答申を受け、長らく普通科のみの設置だった、私立も1993年度より、英語科、理数科を併設した。英語科では ALT を交えての英会話の授業や、サマーセミナーと称する英語合宿などで、 英語力の向上を目指している。理数科では、専門科目、理数を学び、野外観察実習なども行われている。2019年段階で、平方市内にある、私立まで大阪市内から通う生徒は、約15%のみのため、市外の学校を大阪市が運営する是非をめぐり過去、不立への遺憾問題や、公明の変更問題が幾度も起きていた。 大阪市会と大阪府議会の与党大阪維新の会が掲げる大阪市と大阪府の二重行政の無駄を解消する一環で、市立は2021年度で廃止。大阪府に移管され、2022年から不立校に改変、改名されることになった。実際、過去に大阪市立平方高等学校改名案もあり、同じ平方市内にすでに、 大阪府立平方高等学校が設置されている点も考慮。同窓会でも大阪市立高等学校同窓会会報では2020年4月1日付で公明を募集していたが、同年8月31日の大阪府教育委員会会議で大阪市立高校から大阪府立一律高等学校に変更する公明案が提示され、9月の府議会で決定された。 なお、私立の正式な読み方は、私立だが、私立学校との混同を避ける、通称、一律が定着しており、在校生、卒業生等の間でも、一律と呼ばれることが多く、通称を正式な読み方と誤認する、受験生もいるとされていた。1900年に、大阪府知事、菊池氏にが、大阪府教育重課年計画を策定。以降、 都心部の中等教育について、府は、旧正中学校、高等女学校の普通教育学校を設置し、市は、商業学校など実業学校を設置する、住み分けが続いた。進学希望者は増加の一途で、府は、大正中期に、旧正中学5校を新設したが、昭和10年代またも、入学難状態となった。公助の新設で、予算的に厳しい府は、 人口増加の著しいと野うと中郷地軍を優先して、府立第16中学校と府立第17中学校を設置する方針を決め、大阪市内での設置について市に協力を求めた。結果、第二次世界大戦下の1941年に、大阪市立として初の旧正中学として、市立が開校した。当初7年生の高等学校を構想し、 まず中学を設置して、時期が来れば高等化を併設して尋常化4年、高等化3年からなる高校に改編することを検討しており、高校以降も見越し、市外への設置も視野に入れての開校だった。2年後の1943年に北川地軍から誘致を受け、平方町大寺中ぶり1542番地に移転した。北川地郡では当時、市場縄手町に、 大阪府立市場縄手中学校、豊野村に大阪府立寝屋川高等女学校が設置されたが、軍の中心の平方町に公立の中等以上の教育機関がなく、平方町は積極的に府立第16中を誘致したが実現せず、ついで私立へ切り替えて誘致したためである。なお、太平洋戦争の戦時措置の影響で、1944年に、 私立は4年生に短縮され、第1期生は年度末の1945年3月末に4年終了で卒業している。戦後の1948年学生改革によりに新生の高校に移行。前述の解明騒動を経て、私立は普通科の大阪私立高等学校として出発した。この際、旧生工場だった大阪私立。 大木町高等学校と交流、男女共学を実施。また、大木町高校のほか、大阪市立南高等学校、大阪市立桜宮高等学校、大阪市立中野島高等学校、大阪市立下福島高等学校、大阪市立聖火高等学校からも、女子生徒を編入している。大木町高校ほか、計六校より女子43人が、市立に転入。 逆に、私立の男子45人が、大木町高校へ転出している。高知は、面積4万平方平方メートルで、グラウンドが3つ。なお、春に、桜約100本が咲き、5月に、筒子が校庭を覆う。電車バス設置当初は、大阪市立として、唯一の旧正中学だったが、開校の、翌1942年に、 大阪市立阪安中学校が設置され、固有名称を区別する必要が生じたなどとして、太平洋戦争後の1946年に大阪市立第一中学校への解消案が出された。しかし番号に基づく公明は、序列、格差を示すと受け取られて、ふさわしくないとする意見が上がり、解消は実現しなかった。1948年の学生改革により、 申請の高校に改編する際、再び名称変更の議論があり、実際に学校側は大阪市立平方高等学校への変更の準備を進めていたが、大阪市から平方という地名は好ましくないとクレームがあり、代案も見つからなかったため、結果的に時間切れの形で変更しなかった。その後も幾度も公名変更が議題に上がったが、 略称の私立が定着して以降議論は起こらなかった。大阪市の外に位置し、大阪市民以外も通う私立を大阪市の費用で運営するのはおかしいとして大阪府への遺憾問題が1978年に発生。大阪市教育委員会は9月30日大阪府教育委員会に対して大阪市立高等学校の大阪府への優勝状と を求める、公文書を提出した。だが、結果的に首都府は折り合わなかった。この不立遺憾に関連して、翌1979年入試で、募集定員が2学級分減らされ、6学級となる問題が発生した。従来8学級の募集であり、公式には、1979年の大阪市立東高等学校移転に伴う、東高校の受け入れ枠増加により、 その分を大阪市立高等学校の募集源とすると説明されていた。しかし実際には、市立では市内在住の生徒4学級分、市外在住の生徒4学級分として新入生を受け入れていたが、市内在住の生徒の定員を減らされた形になったことから、市外在住の生徒が大半を占めると、大阪市立学校としての運営根拠を失う。すなわち、 学級減は不立遺憾へつながるという背景があると見られた。生徒急増期を迎えて高校教育拡充の要求が高まっていた社会的背景や学校関係者への事前の意見聴取なしに教育委員会の上層部が方針を決めたことへの反発などがあり、教職員や卒業生らを中心に不立遺憾計画を白紙撤回することを求める運動が起こった。 また、不立遺感の足がかりになると見られた、募集定員限についても、学級数の復元を求める運動が行われた。結果、翌1980年に、学級数の復元し、学級数の減少は1979年、入学生のみにとどまった。その一方で学校側は、将来の不立遺感の動き再燃に備えての体制を取り続けていた。 1988年には大阪市教委から不律遺憾問題は白紙撤回したとみなして差し支えないという見解が出され不律遺憾問題はこの時一旦終結していた。運動部文化武道公開。ありがとうございます。